桂子ラカルは大阪市出身の落語家。本名は西浦文雄。出林は大病師。子供の頃 NHK 大阪児童劇団で活動。1968年4月、関西大学経済学部入学し、1972年に卒業。1971年3月、五代目桂文江に入門。 1977年2月6日に放送された桂三四司,司会のいたずらカメラだ。大成功の番組でライオンがいる檻の中に何も説明もないまま放り込まれ、ライオンに襲われ怪我をしたことで一躍有名になった。桂ツコカルはこの時にライオンの前爪で右脇腹を引っかかれ、流血したがスタッフは助けたりしないで笑って見ているだけだったという。 この出来事については、桂ツコカルの所属する芸団協が、テレビ局へ抗議する事態にまで発展した。他にもラジオ関西、テレテレサンドカサ、のパーソナリティを、小山の子、こ、野の承郎等と務めた。1980年代、吉本工業を離れ廃業していた時期があり、東京で劇団を作ったり、司会業などをしていた。島田晋介から、兄さん、 吉本に戻ったらどうですと声をかけられ、新助が会社と掛け合ったことで1992年、吉本に復帰。2015年11月22日、和歌山県の社会福祉法人への寄付を装った、相続遺産の脱税事件で、大阪地方検察庁特別捜査部に共犯として、相続税法違反の容疑で逮捕された。その後、起訴猶予処分になったが、 情報落語協会に大会届を提出し、協会側が受理する意向であると報道される。吉本との話し合いで、不起訴でもこういうことになってしまったからな、と言われて、自分から身を引くことを決めて、契約解消となり、公式サイトからプロフィールが削除されたが、本人は、円満退社であると話した。事件については、自分の長年の谷町から、 遺産相続による相続税で困っていると相談され、複数人を紹介したが報酬をもらっていないのに逮捕されてしまったとしている。ありがとうございます。